こちら新湊川の、すぐ先が、海です。でこちらを、上流に歩いて行ってみたいと思います。そしてある程度撮影終わった時に、自宅で、どこに設置するか結論出していきたいと思います。こちら湊川大橋に来ています。まあ、逆境でちょっと にくいかと思いますけども、逆光ですね、訂正逆光。まあ、あちら上流まで歩いていきます。まあ、この辺りまで、ほぼ、海面と同じぐらいの高さですね。分かりやすい、場所がありますね、中村橋。まあ、先ほど撮影していたのがあちらですけども、この辺りに門が、いいでしょうね、最初の、下流の1門目。ちょっと落差があって水が流れてますんで、でこちらから奥に向かって貯水をすると、まあ、そういうふうな形ですね。合流する河川のところまで、順番に、橋の上である程度の位置で、撮影していっています。まだもう少し上流まで行きます。あちら、橋を、越えて上流に向かってきたところです。少し、段差があります。そしてあちら、少し、段差があります。もう少し上流まで行きます。あちら合流河川です。右手が、新湊川で、左手の方が、神戸電鉄長田駅の近辺のところまで、続いていく、まあ、もう少し上流まであるんですけども、まあ、この辺りが合流河川なんですが、まあ、中村橋に7メートルほどの、水門を作ったとして、まあ、この辺りで半分ぐらいの水位まで、満水にしたとき、まあ、来ているのではないかなと思われます。このまま、上流まで、撮影したいと思います。長田神社の近くの、ところまで来ました。まあ、こういうふうな、橋が、まあ、目印ですね。で河川の底からだいぶ、まあ、草とか生えてますんで、あの辺りも撤去しなければならないですね。まあ、相当上流のところまで水が届くかと思われます。次の橋の状況です。あちらが上流です。あちらが下流です。あちらの橋の上から先ほど撮影していました。もっと上流まで行きたいと思います。次の橋を通り越して、上流まで行ってみたいと思います。あちらの方から、歩いてきました。そしてあちらは湊川トンネル、新湊川トンネルの、出口のところですね。あちらで、まあ、それなりに傾斜があるので、まあ、向こうの方に、以前撮影したところ、どこに河川水門開閉式玉発電を設置するか述べていましたけども、まあ、その位置から、地下水流トンネル発電と。で、間に門はもういらないですね、中村橋のところまで。それで、まあ、大体この辺のところまで来ると思います。では、一旦戻って、もう一つの、河川の方を、撮影したいと思います。合流河川のところまで戻ってきました。それでは左手の方、上流の方へ、向かっていきたいと思います。上流に向かって歩いてきました。あちらが下流です。まあ、なだらかな、状態ですね。もう少し、上流のところまで歩いていきたいと思います。あちらは下流なんですけども、あちらは上流です。まあ、山のふもとのところまで来てるんですけども、まあ、最初の方のところ、水門設置して、まあ、高さ7メートルぐらいで満水にしたときに、まあ、この辺りぐらいなんじゃないかなと思います。まあ、もうちょっと上流まで、撮影、したいと思います。まあ、とりあえず水溜めてみないことにはどれぐらいの位置まで来るかわからないですね。で、まあ、大体貯水量は100万トンを超えてくるんじゃないかなと、思われます。満水にすると。河川がまあ大分蛇行してるんですけども、まあ、こういった風景のところまで、来ました。で、あちらの方が公園です。長田駅の方ですね。で、もう少し上流まで、行ってみたいと思います。あちらが下流です。で、こちらで、河川2つ、合流しています。左手の方は、まあ、ああいうふうな、まあ、小さな、まあ、河川ですね。まあ、上流まであと、もうそんなに、長くはなかったと思います。地図を見る限りでは。こちらの方、ちょっと撮影したいと思います。
この辺りで、河川だいぶ、狭くなっています。ちょっと逆光で見えにくいかと思いますけども、まあかなり河川が、急カーブを描いたりして、まあ蛇行してますので、まあ、形状だけ撮影しておきます。あとは、自宅帰って、地図を、まあ撮影しながら、説明したいと思います。